ジュネーブ造形芸術大学はヨーロッパ最高の美術大学の一つ、西スイス応用科学大学グループに所属する高等教育機関である。国際的にも評価が高く、現代アートに関するあらゆる領域のプログラムを提供している。学士課程と修士課程を有しており、視覚芸術、映像、デザインの三学科から構成されている。現在の学長は、 ジャンピエール・グレフ。200年の歴史を持つ2つの美術大学、すなわち、ジュネーブ美術学校と高等応用美術学校の合併により、2006年にヘッドが誕生した。教育は実践と理論の連携のもと成立しており、これら2本の柱によって、現代世界を批判的に理解できるような指導が目指されている。授業形態としては、アトリエ実習、講義、会議、 演習があり、アート、映像、デザインの専門家による指導を得られる環境が整っている。実習は、デザイナー、アーティスト、ディレクター、映像作家、その他の国際的な活躍をしている専門家によって教えられている。学ぶことができる分野は幅広く、ドローイング、絵画、彫刻、インスタレーション、パフォーマンス、美術批評、キュレーション、サイバーメディア、ニューメディア、 その他、アート、映像、デザインに関する分野がある。学生数は約350名で、その出身国は20を超える。ありがとうございます。